皆さん、こんにちは。セブン L4WVU です。この動画チャンネルは、アマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で、初心者向けの無線の回路実験、トランシーバーやアンテナの製作やものづくりのアイデアなどについて紹介しています。今回の動画は、海外で作られた格安ステアナを使って、無線機のスプリアス測定をする方法について、まとめてみました。自作トランシーバーを頒布していると、購入された方からジャードからスプリアス画像を要求されたという問い合わせを受けることがたまにあります。少し昔でもスプリアス測定は測定機が高すぎて個人で購入することが難しかったのですが、測定機も安く入手できるようになりました。そこで今回は人気の測定機タイニー SAウルトラを実際に購入して、ジャードの要求するスプリアス測定をしてみます。ちょっと難しい内容ですが、初心者でも理解できるように配慮しました。この動画を見て、スプリアス測定ができるようになると、自分で作った無線機も安心して使うことができるでしょう。また、海外で安く売られている無線機などを購入して、ジャード保証も受けることもできるようになると思います。まず、新スプリアス規格について簡単に説明します。不要発射は、スプリアス発射と帯域外発射を分けて規定されており、2の帯域外発射が、新スプリアス規定で追加されました。1のスプリアス発射というのは、送信波の高調波、例えば 50MHz で送信すると、倍数の2倍、3倍、という感じで不要な電波が出ます。また、それ以外でも局部発信機から漏れてきた信号やミキサーのイメージ信号など出る可能性があり、それらを1のスプリアス発射と呼びます。また、2の帯域外発射はスライドの下の部分で送信波の近接部分に出る不要発射のことを言います。そして、自作した無線機などで運用するには、これらをスペクトラムアナライザーを使用して、個別に測定して規格内であることを確認する必要があります。次に、それぞれの規格について説明します。まず、スプリアス発射の許容値は、上の表にあるように、周波数帯と送信出力により、規定されています。例えば、赤で囲んだ 1W までのところを見ると、どの周波数帯でも、13dBm 以下であれば良いということがわかります。これは、右のスペクトラムアナライザーの画面イメージを見ると、基本波の 1W というのは 30dBm になるため、-13dBm というのは、1W のレベルから 43dBm のところが規格の値ということになります。この時、測定する周波数範囲も決まっていて 100MHz までであれば 1GHz まで確認する必要があります。これ以上の周波数、例えば 430MHz 帯であれば、下の表から 3GHz まで測る必要があることがわかります。また、測定時は変調状態ということが規定されています。ここで、初心者の方は、この dBm やデシベルについて、わからないと思いますので、このあたりを最初に説明します。ちょっと入りにくいところですが、頑張ってください。このあたりに馴染みのある OM さんたちは、この先のスライド2枚は、スキップしていただくのが良いと思います。まず、いきなり出てきた、-13dBm ですが、この dBm というのは、1mW を基準として相対的な電力の単位になります。計算式は、ログを使って計算します。ログ1は、0になりますので1mW は、0dBm となります。また、ログ2は 0.3010 になりますので 2mW は 3dBm となります。それぞれ下に書いたような数値になります。ここで -13dBm というのは 0dBm から20分の1の値になりますので 0.05mW、つまり50マイクロワットとなります。次に、書かれていた -60dB 以下というのは dBm とは異なり、
基準からどのくらい下がっているか表しています。スライドの右下の図で、例えば1ワットを基準とするとそこからマイナス60デシベルというのは、10の6乗分の1となりますので、1ニューワットということになります。ややこしいのですが、これらは無線測定をする上でよく使いますので理解しておきましょう。さて、デシベルなどを理解できたところで、もう一つの帯域外発射レベルの規格についての説明となります。これは、左の上の表のように、電波形式と周波数によって帯域外領域の上限と下限の周波数が決まります。例えば、HF 帯の A1A であれば、プラスマイナスが 10kHz の範囲となっていますので、測定器のスパンを 20kHz に設定します。これが 50MHz になると、プラスマイナス 62.5kHz となりますので、スパンは 125kHz に設定します。ここでモードによっても異なりますので、オールバンド、オールモードなど作るものであれば、大変な数の測定を行う必要があります。これらの測定は、無変調で行いますが、A1A、つまり CW の場合は、キャリアを出した状態になりますので、測定結果は、右のイメージのようになります。ここで赤の線が規格のラインとなります。送信出力が 1W の場合、40dB 低い値の、マイナス 10dBm のラインが規格となります。また、SSB は J3E となりますが、無変調はパワーが出ていない状態なので、送信時のノイズを測定することになります。そして AM の無変調は、変調成分がなければキャリアのみの測定とほぼ同じようなイメージになります。規格について、ざっくり理解したところで、捨て穴について触れておきましょう。今回、使用したのは、左の下の方の少し大きい、タイニー SA、ウルトラというモデルです。タイニー SA のその前のバージョンも数年前に購入したのですが、これは、測定レンジが 1GHz まで伸びていないのと、分解能が低かったので、アマチュア無線の新生のスプリアス測定には使えないという判断でした。しかし、今回のモデルは、この点が改善されています。周波数レンジも広く、帯域外特性の測定も、厳密に言えば分解能は不足していますが、写真の右下のように CW でも見れるようになっています。仕様について、取説から拾ってみると、このようになっています。精度は、プラスマイナス 2dB ということですが、規格からスプリアスレベルまで余裕があれば特に問題はないでしょう。分解能は 200Hz ということですが、右のイメージのように AM の変調スペクトラムも見ることができますので、CB の技的取得の事前確認用の測定器として使うことができそうです。また、一番重要なのは、最大入力レベルを把握しておくことです。捨て穴は、加入力ですぐに壊れてしまうので、絶対に 0dBm を超えることがないようにしなければなりません。こういうことからも、先ほど説明した dBm やデシベルの概念と計算については、しっかりと身につけておきましょう。ここからは、実際の測定について動画も使って説明します。その前に測定環境ですが、先ほど説明したようにステアナは 0dBm、つまり 1mW 以上入力したら壊れる可能性が高いです。そのため、外部のアッテネーターと呼ばれる通過型の減衰器が必要となります。例えば、送信出力が 1W であれば最低 30dB、余裕を持って 40dB くらいのアッテネーターを入れましょう。10W 程度であれば右の写真のように 50dB くらい減衰させる必要があります。この時、減衰量の他に通過電力も十分考慮して、余裕のあるアッテネーターを準備しないと、送信電力でアッテネーターが焼けてしまうこともあります。十分注意しましょう。また、スペクトラムアナライザーの内部にもアッテネーターが入ってますが、これは内部の歪みが発生しないように測定時には 30dB で設定しておくと良いです。最終的に必要なデータは、ここにあるようにスプリアス発射レベルを2種類。
一つは 1GHz までのものですが、低い周波数部分が見えないので、低い周波数部分を拡大したものも測定しておきます。ここでは、7MHz は 100MHz まで、50MHz は 200MHz までの部分を拡大しています。また、帯域外発射レベルについては、先に説明した偏重方式と周波数により、決まった周波数スパンで測定します。ここでは、7MHz は FT8 なので、CW と同じとして 20kHz、50MHz は 125kHz となっています。単位に、SA は、測定した画面をマイクロ SD カードに保存することができます。ここにある画面のイメージは、実際にで測定してビットマップファイルに画面保存したものですが、非常に便利に使うことができます。ここでは白いラインを規格の部分がわかるように追加してあります。次の動画で実際にタイニーSAを操作している場面をご覧ください。
かがだったでしょうか。初心者の方が理解できるように極力、わかるように説明したつもりです。もし、ご不明点などがあれば、コメント欄に記入いただければ、回答しますのでよろしくお願いします。今回の測定について、もっと詳細に知りたいという方は、上に記載している、JAADの資料を参照いただくと良いでしょう。また、ここで使用した、Tiny SA、ウルトラは、Amazon などでも購入可能です。先ほど見たところ、24,000円くらいで売られているようでした。アリエキスプレスだと、もう少し安く買えるようです。いずれにしても、ステアナは、少し前までは中古品で安くても10万円くらいしていたものだったので、この機能でこの価格で入手できるのは、大変嬉しいことですね。それでは動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分が制作した作品の他に、アマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、高評価や、チャンネル登録をしていただくと嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。